石神チャンネル。今回は神奈川県横須賀市のグルメ紹介動画です。東京湾フェリー久里浜港乗り場から200メートルの距離の天然温泉海辺の湯1階にある漁師料理横須賀にて、貝の浜焼きを中心に海鮮バイキング90分食べ放題を堪能しました。なお動画の内容は個人的な解釈を含めていることもあるのでご了承ください。ということで、フェリー乗り場を背にしてまっすぐ歩いて見えてくるのがこちらの看板になります。南房総で目いっぱい遊んでフェリーに乗って帰ってくると、毎回天然温泉海辺の湯に誘惑されます。汗かいて喉も渇いたので、看板の矢印に誘われるようにテクテク歩いていきました。こちらが今回のバイキングの地、漁師料理横須賀さんです。バイキングは90分制で、料金は大人3800円になります。浜焼きは貝類が豊富で、ラインナップはホタテ、カキ、サザエ、ホンビノス貝、ハマグリの5種になります。貝の他には豚バラ、マグロハンバーグ、紅生姜天、フランクフルト、アジの干物、ゲソ、バナメイエビになります。初手は貝好きの奥さんにお任せです。みるみるうちに鶏皿が貝で埋め尽くされていきます。貝9割、エビ1割といった感じでしょうか。第一陣はこんな感じになりました。それでは焼いていきましょう。わあ、すごい、こんなの初めて。ワクワクしてきた。貝9割だ。こいつは後で。のっけ放題の海鮮丼ネタはマグロ赤身、ネギトロ、イカ、鮭ハラス、赤魚、エビ、卵の7種になります。海鮮丼のご飯は酢飯と普通のご飯から選べます。できました。上手だね。運転しながら食べるんですよね。いいね。どうよこれ。うまっ。やっぱ自分の乗っけるのいい。裏返したら汁出ちゃう場所を、あ、パカってなってる。豪快だよね。豪快だね。いいじゃないですか。でっかいね。
すごいプリプリしてるし。イエーイ、欲張りホタテゼット。おー、熱さね。熱さ、これ軍手いるわ。でしょ。いいね。やば。汁がすごいね。よいしょ。ふたが小さいけど、押しといた。ジュルン。ジュルン。肝の苦味が美味しい。身はね、シコシコ。上手じゃん。ねえ、これいいの。いただきます。うん、おいしい。タレ。あったね。動かけてみます。すごい焦げたタレのいい匂いがする。うん。ハンバーグじゃん。ね。うまっ。手焼きハンバーグみたい。あ、いいね。うまい。ラーメンはやっぱり魚感あるよね。もういいね。焼けました。白身の練り物でシャキシャキと生姜の食感もあるのかな。ほのかに香ってくる生姜に、生姜がいいアクセントになってます。フランクフルト、ちょっと皮むけちゃってるいいね。フランクフルトもいい感じで焼けてますよ。ひっくり返すの失敗しちゃったあ、でもいいじゃん。あ、いい感じに焼けてる。ほら、なん、綿菓子コーナーも。46歳、綿菓子挑戦。斜めいってみよう。はい。出てきてる、すごい出てきてる。こいつは取らないと、この雲みたいなやつ。下手くそ。待って、ちょっと下手すぎない？終わり？もう終わりだね。ということで、今回の動画は以上になります。今回の動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。